今始めます。
ただ希望を引いた上で日々を楽しんでいただきたい。またこれからのこの世界で活躍する若い世代の方々にも来ていただいて、健康に生きていくための方法を知っていただきたいということです。ただ今日は本当に皆様方のご協力のおかげで、ここ大分にいてもこのままでは決して安心安全ではありません。究極のパンには国産小麦が使われることになりそうです。以前はコストがかかるからと安い小麦で賄っていたのに、なぜここに来て国産小麦に来ているのか。宮城県議会というのは森の防波堤プロジェクトを推進し
ようとしていて、あと、あの店内処理をできるっていうふうに言われています。なので議会の方では、あ、宮城県議会の方では、あの北九州に持っていかなくてもって言っていますので、ぜひあの議会の方に陳情書をあの多数出してもらうと、あの議員さんたちもちょっと考えてくれるんじゃないかと思います。それで、あのなんで、あの9月に延期になったかというと、やっぱりあの鹿島 JV との二重契約の問題があって、あの北九州市の方はその契約変更をしないと、あの詐欺というか、なんていうの、詐欺なんですか、二重契約の問題があるんで契約を変更しなくてはいけないんですけど、それには議会で、あの予算というか契約変更をあの議論しなくてはいけないんですね。なので宮城県議会というのがとっても鍵を握っていると思います。なので議会の方にあの陳情書を多くの方が書いていただけると嬉しいと思います。すみません、北九州のガレージの件でもう一つですけども、なんとかあの止めよう、ガレージを止めようといういろんな手段をさっき言ったように僕は考えているんですけど、その中の一つとして、あの北九州市を訴える、あの損害賠償を訴えることもやっています。集団訴訟を起こしています。すでにあの100名集まって出したんですけども、またあの自分も原告になるという人がおったら、あの原告になってくれると100名集まるたびにまたあの名前を付け加えて訴訟を起こすそうです。何千人何万人規模にして圧力をかけたいという気持ちもあります。訴訟を起こすには、あの委任状2枚書いてくれて、判子をしてくれて、あと2000円あの払っていただけると全国になることができます。で、その2000円これ、あの10万円損害賠償を一人頭するんですけども、あのもし勝って10万円なりそれが入ることになったら、それは福島の子どもたちのために使われるということになります。でこちらのリスクとしてはその2000円だけです。協力していただける方はよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。じゃあ、早速出発することにしますが、一応コースの説明をいたします。ここを出て一つの県庁の方に寄ります。で寄ってから、渡って横断歩道を渡って、それで、時は前の方に向かって、要するにまっすぐ、ね、大分銀行本店の方に向かっていきます。でそれから時は前を通って、旧パルコの角を渡って曲がって、終電大分支店に寄って、それからコーパルホール方面に進んで、でその角をまた曲がって、ここに大手町大手公園に戻ってくるという、そういうルートになっております。皆さん、あの安全に、それから水分補給に気をつけて、あの途中で休みたい方は休まれて結構ですし、途中であの退出しても大丈夫なので、楽しく歩きましょう。それからあのこの販売分なんですけど、ほとんどもう全部手売りであのお分けしておりますので、よかったらお持ちください。楽しくなると思いますので、じゃあ、はい、あとさっき申し遅れました、この、横断幕ありますよね。これはあの前回パレードに参加してくれた、まあ方が、染色家の人が協力してくれて、ボランティアでというか無料でこの染め物をですね、私たちに教えてくれて、数名で染めて、この文字を切り取り縫い付けた手作りの横断幕です。あの次回、今回からずっとこれがあの活躍してくれることと思います。それではちょっとあの甲子園風パレードをですね、発起人がお手本を示しまして、あのどのようにするかというのをですね、ちょっとしょぼい演奏になるかもしれませんけれど、やります。それで何も楽器をお持ちじゃない方は、もうあのパーパーパラパーみたいな感じで口で言っていただいて結構ですので、その後の文句がですね、あの本当はかっとばせとなるところですが、かっとばせじゃなく、やめよう原発子供を守れおうという感じになります。
で子供たちは自分で子供を守れっていうのが言いづらいと思いますので、その場合未来とか世界とか自分の守りたいものに言葉を変えて言っていただけたらと思います。じゃあ発起人ちょっとみんな上がって、荷物などお持ち
ますので、よかったらこのテントの下に預けていてください。またここで解散しますから、最後こちらで受け取ってください。では参ります。
Oh!
Oh!
Come on.
Thank you.
はい、では皆さん、これからちょっと宮殿への要望書を読み上げますので、お聞きください。ここはちょっと病院とかも多いんで、ポーズ読みますので、皆さん、大丈夫です。病院の人は暇だから。あ、いいですかね。じゃあ、ちょっと読みますので、ね、お願いします。じゃあ、九州電力社長、瓜生道明様。私たちは大分県に住むいわゆる普通の市民です。 3.11 以降原発の問題とどう向き合っていけばいいか悩み考えてきました。4月16日に市に一度デモをする会を立ち上げ、本日はその2回目となります。生きとし生けるものと共存できない核、それを利用しようとしてきた私たち人類は間違っていたと思います。原子力発電を良しとする構造を、経済を、私たちは市民から変えていきたいのです。御社がこのような私たちの行動をどのように受け止められるかは分かりませんが、私たちはもう今後声を上げ続けることをやめません。御社と市民と政府とが未来のためにできることは何か、そのことを一緒に考える場を作りたい。どうか核のない未来を私たちと共に考えてください。2012年8月26日原発やめようへお母ちゃんパレード以上です。じゃあこの要望書をこれから宮殿に提出して、彼女はまたパレードに加わると思います。で、私たちはこのままじゃあ続けて大手公園まで参ります。皆さん疲れてないですか？大丈夫。大丈夫ですか？はい、はい、ではゆっくりと歩いて元来た公園に戻っていきましょう。島田さん、ごめんなさい、彼女にどこに持っていたらいいか教えてあげてもらいますか？すいません。お水など皆さん飲まれてました。脱水症状気をつけてくださいね。では横断幕の方先頭よろしくお願いします
Thank you.
ラジオへ原発子供を守れよ。やめようね原発子供を守れよ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 169 171 172 173 174 175 176 167 178 169 171 172